ャンネル。よっ。こんにちは。さあさあさあ、中盤に入ってきました。そうですね、はい、これも前回のキーマンパターンと一緒ですね、はい、1日で全チーム取るっていうね、はい、6本永遠ここに座ってるっていう。そうですね、しかも休憩がほぼほぼないんですよね。このトイレだけですね。はい、でも休憩いらないでしょ。いらないです。無理に休憩してもどうせ喋ってるだけだしね、まあ、休憩しない方が中だるみしないで、ね、テンション上げていけるかもしれないです。そう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 、はい、で今日はですね、はい、どこ行きましょう。巨人、日本ハムですね。おお、巨人行っちゃいますか。もう行っちゃいます、はい、はい、巨人。じゃあ巨人から行きますか、はい、巨人のトレードした方がいい選手、はい、宮國投手です。宮國投手行っちゃいますか。はい、もう私もう巨人っていうイメージだな、宮國投手は。でも試合投げないと1軍でね、はい、で結果出さないと、はい、あのもう巨人とかヘタくれとかないじゃないですか。でもちょこちょこ投げてますよね、まあ、去年もまあ28試合投げてるんですけど、はい、基本中継ぎでね、はい、でもっすよ、はい、それでいいかっていう、うん、まあ、中継ぎで20試合先発いけるんちゃうかっていう、ああまあまあ巨人じゃなかったら先発でもっといけるぞと、はい、トレード出した方がいいっていう選手は、はい、まあ、相手も欲しいって思われてるって思ってないとできないんですよ。あ、そうか、まあそうですね、はい、だから僕も結局使われてない選手言ったところで、うん、もしくは成績出してない選手言ったところで、うん、取るとこなかったら成立しないから、うん、はい、そんな選手上げていってもそもそも成立してないじゃないですか、はい、だからあの、まあ、昨日も広島の堂林とかって言いましたけど、はい、結局あその選手欲しいって相手に思われないと意味ないんで、はい、やっぱりそれ相応の選手を上げていかなきゃいけないですよね。そうですね、だそれ相応でもしかしたらそのチームでも活躍できるかもしれないけど、他球団に行った方がもっと活躍できるっていう意味で言ってるじゃないですか。だから若手の期待の持ちで、はい、な伸び悩んでる選手か、うん、もしくは中堅どころでチームとしても活躍してるけども、うん、もう一人もうステージ上がりませんかっていう人たち行っていかなきゃいけないんで、はい、どうしようもない、にっちもさっちもいかんやんだって言ったって面白くなんてもないじゃないですか。そうですね、だから行きますよ、もう宮國ですよ。おお、そうですか。いや確かに現役ドラフトかかったらすぐ売れそうですね、うん、すぐね、はい、声かかりそうでしょ。はい、すぐ売れそう。だからやっぱそういう選手を上げていかないと面白くもなんともないんで、はい、まあもう宮國選手思い切ってトレードする、はい、はあ、そうなんだ。あの巨人のユニフォームなんかスラッとした足長くてね、かっこいいんだけどな。いやいや、もうドル一番かっこいいのどういうパターンか言いましょうか、はい、一番かっこいいのは活躍してるやつです。確かにユニフォームがかっこいいかもじゃないですよね。どのチームのユニフォームもかっこいいですから。かっこいいですね、活躍してたら。はい、確かに。やった時に先発、うん、はい、いいじゃないですか、はい、うん、今日どこでしたっけ、巨人と日本ハム、はい、でしたね、はい、やるの、はい、日本ハムあたりにトレードでいいんじゃないですか。おお、日本ハムでじゃあ先発で。だって大田大使とか、はい、あとクモンとか、うん、で、日本ハムからも、はい、来て、あと宇佐美とかも行ったし、はい、そうですね、だから日本ハムからも吉川とか、うん、あと石川とか、はい、で、藤岡とかっていうのもあるし、うん、まあ、結構じゃあそこはルートがあるわけじゃないですか。ありますね、はい、だから日本ハム先発投手陣、はい、ショートスターターとか使ったりしながら、まあ、苦労してる面もあるんで、はい、もう宮國先発で日本ハム。ああ、もうすごい即戦力でガーンっていけそうですね。そう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 、結構いいんじゃないのかなってルートもあるんで、うん、これあるかもね。あ、現実にいいかもしれないですね。ね、はい、で先発でチャンスもあるし、はい、でまあ多分、うん、もしチャンスあるとしたら欲しいと思うんですよね。はい、あ、日ハムはどうですかって言われたら欲しいってなる。そう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 、はい、だから宮國、どうですか、一番最初宮國って聞いたらええーんと思った人、はい、よくよく考えたらあ、いいかもって思いません？なんか本人のためにいいかもね、うん、太田大使、はい、日本ハムで大活躍、はい、思いましたか、巨人ファンの皆さんっていうね、うん、クモン、はい、いやもう中継ぎリーフ、いい感じですね、なんてならない存在になってますよ、はい、うん、宇佐美、はい、清水がちょっと今年出遅れてて、まあ、開幕、ね、いつ始まるか分かんないですけど、はい、何がなかったら宇佐美開幕スタメンありますよっていう、はい、うん、あれ？あれ？巨人からハムに活躍する可能性ある、うん、宮國？あれ？っていう、うん、思いません？いいですね、いいでしょ、これいいかも。でそのまあチームメイトだった仲間もいるわけだから、はい、その環境としてもいいと思うんですよ、うん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 、いや日ハムのユニフォームも似合いそうだな、いいでしょ、うん、じゃあ、はい、誰とトレードするんやっていう、いやそこですよ、だから巨人が欲しい選手いないといけないわけですから、もう、はい、
そこをセットで考えました、日本ハムから。セットで、はい、はい、日本ハムのトレードをした方がいい選手を言わなきゃいけないじゃないですか。はい、はい、言います。はい、あれ想像ついちゃってるかな、もう皆さんが当たっちゃったかな。え、今な、何もでも何もヒント言ってないですよね。え、さっき言いましたよ、もう。え、ヒント言いました。ヒントじゃないです、選手の名前言いました。え、言った。はい、日ハムの。はい、え、言ってない言ってない言ってない。え、聞いてなかったですか。はい、え、さっき言いましたよ。え、言ってた言ってた。まあ言ってないですけど。あ、向こうが言ってた。私もう本人が、え、どこにヒントを隠れてたんだと思って。あ、向こうの人が言ってた。あ、もう声に出してた。そうそうそう、はい、もう動画の前で、はい、誰だって、はい、え、じゃあ改めて言いますね。はい、日本ハムは、はい、トレード、はい、出した方がいい選手、うん、斉藤佑樹投手です。おお、そこ来ましたか。はい、はあ、だから、うん、斉藤佑ちゃんと宮國を1対1でトレードっす、はい、え、これはじゃあ斉藤佑樹投手が巨人に行ったらもっと活躍できそうですか。うん、だからもう環境を変えてっていう、はい、もうワンランク上がるためにっていう。なるほど、まあ、気持ちが、環境が変わって気持ちが変わることによって伸びるっていう可能性もある、はい、最後ラストチャンスっていう、うん、いやー、トライ1で行ってやっぱ日ハムでなんかもう一花な、頑張ってほしいな。いやいや、もう、もうね、前のごめんなさい、本当に咲かせるチャンスは何回もあったっすよ、はい、ありましたよね。はい、でもやっぱこのお互いがお互いの利益にならないといけないんで、はい、うん、って考えたら宮國投手と斉藤佑ちゃんのトレード、はい、うん、まあでも斉藤佑樹投手がやっぱり投げるってなると見に行きたいんですよね。そうですよ、集客率も上がると思うんですよね、はい、そういったところで、まだ今でもね、うん、その佑ちゃんが先発もし明日投げるってなったら、はい、明日日本ハム対どこそこの試合先発は斉藤佑樹投手ですって報道も言ってくれるわけじゃないですか、はい、そういったところでの、うん、そのまだネームバリューは使えますよね、うん、そうですね、巨人に行ったらもっとね、まあ、関東でね、はい、でもしこう環境が違って、はい、ひょっとしたらガッとなる可能性もあるじゃないですか。はい、あ、確かにそういう意味ではいいですね、はい、宮國投手と斉藤佑樹投手、はいはいはい、なんかバリューとしてはすごく。そうです、でもし仮にね、ジャイアンツがうまくいかなかった場合は、はい、あの吉川選手パターンっていうのがあるんですよ、はい、吉川選手も、はい、あの MVP も取るぐらい日本ハムで活躍して、うん、トレードでジャイアンツ行って、はい、でうまくいかなくて日本ハムにまた帰るっていうパターン。そうですね、はい、そのパターンもあるんで、はい、ここはもうパーンとやって、うん、ジャイアンツうまくいけばいい、うまくいかなくてもう一回ジャハムに帰るみたいな、はい、うん、その吉川パターン。いや、まあ、やっぱ斉藤佑樹投手って言ったらやっぱもう名前のもうバリューとしてはもうピカイちゃいますしね、うんうん、そうです、だからそれはあと結果でするのに、はい、うん、環境を変えたらひょっとしたらパチンってなる可能性もあるし、うんうん、そのジャイアンツっていう、はい、そのまた違う渦の中に行かれるとそれに揉まれて、うん、なんかのスイッチがパンって入る可能性もあるんで、はい、そのかけてみるっていう。お、なんか初のパターンですね、はい、お互いもトレードする、はい、宮國とゆうちゃんをトレードっていう。これちょっとファンの皆さんに聞いてみたいですね。でもコメント欄、どうですか、あのそんなのいらんとかいるとかそういう否定的なコメント欄はもう悲しくなるんでやめてください。いや、そう、巨人ファンとしては、いや、はい、宮國の方がいいって言う人もいるかもしれない。だから、ファイターズファンの皆さんは、はい、ゆうちゃん出すんだったら、うん、宮國じゃなくてこの選手欲しいとかね。あ、で、巨人ファンの人は、はい、宮國出すんだったらゆうちゃんじゃなくてこの選手が欲しいっていうのを書いておったらポジティブですよね。あ、それ面白いですね、はい、皆さんはどう考えるかっていう。そうそう、僕はね、ゆうちゃんと宮國トレードいいんじゃないのかなと思いますけど、はい、それは反対って言うんじゃなくて、はい、この選手出すんだ、この選手欲しいなみたいな、ポジティブ相手を選ぶっていうのね。あ、そうですね、はい、この話題も全部ポジティブな話なんで。そうです、そうです、そうです、そのコメント欄も全部ポジティブに書いていただくっていう。そう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 、ネガティブじゃなくてね、うん、はい、そういったところでやると面白いですけど、うん、このパターンあるかもわかんないですよね、ひょっとしたら、うん、これもし本当に編成担当が見てたら、うん、お、いいな、うん、ちょっと交渉してみようかなってなるかもしれないですね。ね、うん、しかも日本ハムとジャイアンツはそのトレードの域が、はい、うん、頻繁にここ数年怒られてるんで、はい、ルートはあると思うんですよ。え、そのルートっていうのはやっぱりその編成がやるのか分かんないですけど、仲いいとか話しやすいとか。あ、それはある、それはあると思います。仲いいとかっていうのはあると思いますね、うん、あ、そういうところで、じゃあ、はい、あとやっぱりセパとリーグが違うんで、うん、そこが利害関係がうまくねっていうところもありますよね、
あ、そうか、あんまり影響しないというか。そうです、そうです、そうです、うんうんうん、はい、だから同一リーグだと難しいところありますけど、はい、リーグが違うんでね、はい、やりやすさっていうのもあるし、はい、あとがで簡単に連絡できたり、こういろんなこのね、うん、自分たちのルールの中で、はい、決め事をシークレットの中で行える信頼関係があったりとかね、ってなったらやりやすいと思いますよね。はい、そっか、じゃあ日ハム巨人結構今まであるんで、ちょっと本当にシーズンだったりとか、本当にいや、あれですね、この動画やると、はい、本当にシーズン中のトレードの発表が出た時、え？だからこれはですよ、前回の鳥谷、枠井パターンと違って、はい、勝手に言ってるだけですから、そうそう、予想とかでもないですね、予想とかでもないし、はい、事実を知ってて、はい、先取りして言ってるわけでもないし、はい、勝手に言ってるだけっていう、はい、本当に個人の見解ですってやつですからねだから何ていうんですか、ちょっと根掘り葉掘りね、はい、深く掘らないようにしてもらって、はい、浅い気持ちで見てもらえるとありがたいですけどね、そういうポジティブだな、そうだなと思いながら、そうですね、はい、ね、でもひょっとしたらあるかもしれないですね、はい、楽しみですね